今後ろの方にいらっしゃる方とか、あのちょっとここ一番左側ですね、こちらで高音声で申し上げると思いますので、移動お願いしてもよろしいですか。本当の時を奪われたせいで五感が低下し、テレパシーだとか想念の力とか、今とは想像をはるかに超えた別の次元のクリエイティブなテクノロジーを失ってしまったんだよ。いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、物質に頼る文明を発達させるために破壊という科学を生み出して、戸惑う人々に対して自分たちの身勝手なへりくつを定義つけるために宗教を操り、その裏でエネルギーを牛耳って、4次元の科学や哲学の話で名古屋を守れ、名古屋を守れ、